はい、こんにちは。こんにちは。はい、はい、やってまいりました。カール・フォン・リンネの管理カール・フォン・リンネのね、はい、YouTube を、ね、YouTube ちょっと頑張ってみようと。今まであんまりこういうことしてこなかったっすけど、はい、まあ、僕らの中でもね、一応まあ、チーム少数ながらありまして、まあ、その中で今までちょっとこうカール・フォン・リンネの、あ、すいません、カメラマンの秋田と申します。はい、デザイナーをやっているムラマスと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まで、ちょっと今まで固定のずっと応援してくれてるお客様もすごくいらっしゃっていて、試着会とかでね、実際にお会いしてすごく頑張ろうぜって僕らもなっている中で、チームの中でいろいろ話をしている中で、まず今までのカール・フォン・リンネのチャンネル、僕らあまりこう映ってわーって話すっていうのがちょっと苦手な意識を持っているメンバーでして、まあ、それでも、まあ、ちょっとお客様であったりとか、応援してくれている方々に、まあ、少しでもちょっと近づいていると言いますか、まあ、近づいてコミュニケーション取っていきたいなっていうところを、まあ、チームのメンバーと話していて、まあ、苦手ではあるのですが、まあ、少しずつ、はい、やっていこうという努力のもと、こういう場を設けております、はい、で、まあ、言わずと知れた、まあ、村松さんがカール・フォン・リンネのデザインであったりとか、まあ、各種いろいろあまり専門的すぎてなかなか説明はできないんですけれども、いろいろやっていただいているんですが、まあ、あまり、一人語りとか、まあ、過去いろいろ配信じゃない動画上げてるんですけれども、まあ、皆さんご存知の通りあまりしっかり一人で話すっていうのが、まあ、シャイな方なので、まあ、カメラマンの僕だったりとか、まあ、今後まだちょっと未定ではあるんですが、まあ、チームのね人たちと一緒にちょっとまあ出て行ってコミュニケーションを取りながら、よりお客様と一緒にねやっていこうぜという試みでございます。ちょっと長くなりました。はい、はい、ですよ村松さん一応ね、はい、お題我々不慣れながら、そうですね不慣れながらちょっとお題を、はい、今ね、うん、カルマニーでどういう状況でしたっけ。今冬コレクションを発売させてもらってます。で、冬コレクションの発売が、9月の10日23時59分まで行っておりますのでよろしくお願いします。お願いします。なので今日はせっかくなので、うん、冬コレクションの話をしたいなと思います、はい、そうですね、僕らの中でちょっと一つ考えていたのが、まあアイテム1点についてちょっとお伺いしていけたらいいなというところで、まずはダウン。そうですね、冬物を今僕たち販売をしておりまして、合計何アイテムでしたっけ。そうですね、ちょっと取ってきますね。あ、はいお願いします。はい、じゃあカットで、はい、ちょっとつなげるという配信なのかな。はい、じゃあダウン、こちらのダウンです。はい、今回ね、まあ、どのアイテムももちろんおすすめなんですけれども、まあ、特にこのダウンもおすすめの中の一つなので、せっかくなので今日はこの話をまずはしてみようと思います。はい、はい、これは、まあ、じゃあ僕が質問していきますね。そうですね、はいじゃあダウン、まず今回どういうところを一番推しとして作ってきたんですか。これはそうですね、まず今回は、ポリエステルの中綿を入れているダウンということで、はいはい、まあ、やっぱり軽さが特徴なので、まあ、できる限り軽くしようと、はいはいはい、っていうところが一つと、あとはまあデザイン面で、まあまあ、カール・フォン・リンネはまあ別にその登山をね今からしようみたいな服を作っているっていうコンセプトではないので、まあ、普通に日々の生活の中でまあ、着やすい、そんなイメージで作ってます、うん、なるほど。そうなのでちょっと襟をなくして、はいはいはい、まあ、首のおしゃれを楽しめるようにしたりだとか、うんうんうん、まあ、今回に関しては去年ちょっとロング丈の、まあ、ダウンを作ったので、ちょっとまあブルゾンタイプの着丈にして、はいはいはい、それでまあ動きやすかったり、まあ、運転 したりする人には運転しやすかったりだとか、例えばこういう時とか、まあ、デスクワークする時とかにも、うんうんうん、まあ、ちょっと寒い時に羽織れるような
そんな段をイメージして作りました。ロング作りましたね。そうですね、プレミアムダウンとスタンダードのやつ、はい、去年はね、まあ、カポックの、はいはいはい、そう、あ、素材ですね。素材が今回は何でしたっけ。今回はポリエステル 100% ですね。それが想像することによってあれなんでしたっけ、軽くなるんでしたっけ。そうですね、まあ、カポックに比べるとやっぱりこっちの方がまだ軽いかなっていう、あ、まあ、その詰める綿の量にももちろんよるので、うん、はいはいはい、まあ、別にどっちがどっちってわけでもないんですけど、はい、まあ、今回のこのデザインに関しては、まあ、こっちの方が軽く仕上がったかなっていう感じですかね。はいはいはい、まあ、ロングでしたもんね、あれは。まあ、そうそう、ロングだったんですね。まあ、素材、まあ、単純計算 の、 あの大きさにもあの重さが寄ってくるとは思うんですけれども、ポリエステルのダウンを使っていると。そうですね、あれですよね、このサステナブル的な観点から言うと、本来のダウンであればあれでしたよね、水鳥を使ってしまうと。そうなんですよね、あのいわゆるそのダウンジャケット、いわゆるダウンっていうのは、まあ、あの水鳥の羽毛がいっぱい入っているものを、うん、まあ、ダウンって呼ぶんですけれども、だからこれは正式には、まあ、ダウンではなくて、はい、あくまで中綿が入ったジャケットになるんですけ ど、 なるほど、そのアパレル業界の専門用語で言うと、はいはい、なんですけど逆に中綿って言われる方が分かんなくないですか。うん、まあ、そうです ね、 そうですね、この形状から見てもやっぱりダウンっていう風にって思いますよね。見えます、多分もう時代がちょっと変わって、うんうん、もうこういったその中に綿が入っているものは、うん、まあ、一般の感覚から言うとやっぱりもうダウンっていう認識だとみんな思うので、はい、なので今回カルフォリーネの方でも、まあ、あえて、はい、まあ、とただダウンとして販売すると、まあ、ちょっと嘘をつというか、まあ、ちょっとなんか僕的にもやもやするので、うん、はい、あくまで中綿ダウンという売り方をしています。あ、なるほどなるほど、中綿ダウンですね。そうですね、中綿ダウン、はい、まあ、そんな言葉はないんですけどね。あ、そうです。まあまあいろんな時代でもありますので、はい、過去ね、ダウンの、ま、僕が作っている動画なんですけど、ダウン水鳥、ダウン1着作るのに水鳥が何羽必要であったりとか、そういうことを仕組みをちょっとだけ解説する動画とかもあるんで、もしよろしければそちらもご覧になってください。そうで、さらに今回に関しては、はい、特にこのポリエステル、この服には表の生地、うん、はい、中の綿、はい、裏地、はい、この3つが、まあ、主だった原料としてはあって、はい、全部ポリエステルなんですけれども、うんうんうん、表地も中綿も裏地も全部リサイクルのポリエステルを使っている、あの全部じゃないんですけど、まあ、半分以上使ってる。あ、なるほどっていう感じですね。リサイクルポリエステル、そう、なんかその例えば、まあ、簡単に言うと、例えばじゃあペットボトルだとか、はいはいはい、はい、そういったもののが、まあ、の原料の元となっているものを、まあ、使っているっていう、今 100% ではないんですけど、はいはい、そう、そういった生地をあの選んで使っているので、あ、この生地がもうそういうリサイクル、あ、そうそうなんですよね。でも軽いっすよね、本当に、まあ、軽いしね、僕も着たんですけど、その本当なんだろう、ペットボトルからねこの服ができてるとはやっぱり思えないぐらい柔らかいし、実際試着会でもお客様の方からもすごい軽い柔らかい肌触りがいいっていうのはね、もうみんな口を揃えて言ってくださったので嬉しかったですね。なるほど、うんうん、ちなみにデザイン的ななんか話もらっていいですか。やっぱりカールホンリーネは中田さんの、ね、はい、思いもあって、うん、まあ、いろんな人、たくさんの人に楽しんでもらえるお洋服を作りたいっていうところからスタートしているので、はい、まあ、やっぱり服のサイズはちょっとオーバーサイズ、ちょっとブカブカした形で着ても、うん、はい、様になるようなシルエットっていうものを提案しています。はいはいはい、なので、まあ、お客様の体型を選ばず、うんうん、楽しんでもらえたらなっていうところですね。本当にでもいろんな人が来て、僕ら試着会とかもいつやりましたっけ、一番初め。一番初めいつですかね、もう 2,3 回やってますよね、試着会自体は。そうですね、まあ、それこそコミュニティのプログレスの中限定での試着会は前からやってましたけど、はい、プログレスに入ってない方の試着会っていうのも今回で3回目ですかね。そうなんです、一般の方々にもやっぱりそう声をすごくいただいていて、受注販売なんでやっぱりね、まあ、自分の立場になったとこ、うんうん、なってもそう思いますよね。ちょっと着ないとなかなか迷っちゃうというところもあるんで、まあ、そういう人たちの声を、まあ、取り入れたいなと思って試着会ちょっとやってるんですけれども、実際着てもらった
中でやっぱりねあんまり体型選ばずに来ていただける方、うんうんうん、本当多いですよね。そうでしたね。なるほど。他のなんかちょっともちろんチームメンバーなんで知ってはいるんですけど、ちょっといろいろな推しポイントもちょっと見せてもらっていいですか。私着ると映ちょっと待ってくださいね。入ってるんですかね。これもあ大丈夫です。大丈夫。ちょっとあの村松さんの顔半分はちょっとあいいですいいです。ここまで出てるんですけど。私169センチなんですけど、M サイズを着るとまあこんな形で、であのここにベルクロがついているので、うん、これで簡単に着丈を袖丈を調整できるので、はい、あのわざとそのじゃあ例えば小柄な女性が M サイズ着ても袖丈さえまあ調整できればすごく様になって着れるので、そういった仕掛けができてあります。便利ですよね。そうですね。でかいですよね結構そのテープ。そうですね、まあ、かなり細くもできますね、うんうんうん、であとここにも、まあ、そもそもこの間にもねゴムが入ってるのでね、ちょっと狭めにそもそも設定しておいて、はいはいはい、でちょっとこうやれば着れるっていう感じ。なるほどですね。はい。であと、ファスナーはあごめんなさい、ポケットにはファスナーがついていてこんな感じ。はいはいはい。で、前のファスナーも、まあ、こう締めるわけですけど、こうね、ダブルジップ、ダブルジップじゃない、逆回のファスナーになっているので上と下から両方締めることができる。そう、なのでまあこう温度調整をしやすくするよっていう感じ、はいはい、そして一番の、デザインポイントがはい、お願いします。こちらですね。はい、取れますか。ちょっと待って、今取れますか。はい、こんな形でね半袖になります。一人でも取れると。そうなので他もないですよね。そうですね、こういうタイプのダウンジャケットで袖が外れるって、まあ、僕は見たことないですね、うんうんうん、まあ、どっかにはもちろんねあるのかもしれないけど。取れますか。ちょっとね左手などですいません、右利きではい、まあこんな感じですね。はいはいはい。そうでこんな形で着れるので、うん、まあその秋口だとか、まあ、春だとか、まあ、長袖じゃなくてもいいよっていう時には、まあ、こんなスタイルで着てもいいですし、はい、今ちょっと半袖なんですけど、まあ、下にセーターとか、うんうんうん、あの長袖のブラウスやシャツを、はい、まあ、その袖からこうチラ見せするっていうスタイルもめっちゃおすすめなんで、ぜひお試しください。僕らのそのカリフォルニアのホームページに、いろんなコーディネートの撮った写真であったりとか、今言ってた半袖の中から、カーディガンが見えるであったりとか、そういうのをもう結構ルックブックで提案しているので、そちらもぜひご覧ください。よろしくお願いします。確かにでもあれですよね、機能的な部分でも喜んでくれる方多かったですよね。そうでしたね、試着会でも、うんうんうん、何でしたっけ、あの車、はいはい、車の運転する人とかも丈短いからそうなんですよね、ちょうどいいとか結構ね、うん、私も普段静岡の山奥でね活動してるんですけど、はいはい、もうあの部屋から部屋への移動になるので、うん、はいはいはい、でまあ移動するときはまあ車で、まあ、移動していくわけですけど、うん、もうそのちょっとの間のだけなので、はい、やっぱり丈がねこのぐらい短いとやっぱ運転してる時には便利なんですよね。全部脱がなくていいというか。確かにね、そのまま、まあ、ダウンねやっぱりかさばるから、うんうん、そういうああいう密室の空間でそのままガッと入るのちょっと大変だったりしますもんね。そう、まあ、運転のたびにね脱ぐのもめんどくさかったりとか、うんうんうん、しかも半袖にもなりますもんね。あ、そうなんですよ、ちょっとした温度調整、うんうんうん、しやすいですし、うんうん、あと私もねすごいデスクワークすごく仕事するし、はい、あと一応あのニットがね得意なデザイナーで、ニットですからね村松さん、皆さん、そう、なんかねこうちょっと手仕事する時とか、はい、まあ半袖になれると、まあ、普通におしゃ、あの街歩くっていう時にもおしゃれで着こなせますし、はい、まあ、ちょっとしたそのお家での作業とかっていう時も、うんうん、まあ、袖外せるといろいろ便利かなと思って
なるほど。このデザインにしてます。いやどうですかこのダウンを作ってみてそうですね、でも本当にすごい素敵な工場さんとも知り合えたおかげでこうやってダウン作れるようになっているのでね、本当にいつも支えてくださっている、もう本当カルフォルニアはいろんな工場さんの力借りてるんですけど、はいはい、ここの工場さんにも本当お世話になっていいものできているなって思ってます。そうですよね、一応まあカルフォルニア日本メイドインジャパンの、うんうん、国産の工場さんの、力をお手伝いをしていただいてですね、まあ、過去いろいろこのチャンネルの取材の動画とかも上がっているんですけれども、まあ、継続的にパートナーとしてやっていただいたりとか、また新しいパートナーも随時あれですよね、うんうん、村松さんのもうネットワークを使って常に、うんうん、そんなことないですけど常にでも、まあ、募集というか、まあ、素敵なねいい関係を築ける小嬢さんとは、まあね、カルフォルニア自体はねやっぱりいろんな人とつながったりとか、うんうん、応援してくれるっていうのはすごくありがたいですもんね。そうですね、工場さんしかり、うんうんうん、お客様しかり、皆さんぜひよろしくお願いします、はい、なのでなんかそういった工場さんたちに、まあ、ちゃんとその定期的にちゃんとまあ安定というか、うんまあ、ちゃんとした、発注をできるようにするためにも今真夏ですごい暑いんですけどこのダウンを頑張って販売してるっていう感じですね今、はい発売させてもらって、でそれをまあ9月10月と、うんまあ、生産してもらって、うん、で11月にあの客様の手元に届くと、うん、そういったスケジュールで今動いているので、はい、まあ、本来、まあ、8月今9月なので、はい、その、まあ、ダウンの商品紹介されてもなかなかイメージ湧かないと思うんですけど、うんまあ、そうすることで予約販売することで、まあ、カルフォルニアのその活動が、まあ、できているので、うん、はい、ちょっと時期は早いんですけれども冬の想像してもらってなかなかねちょっと想像しづらいとは思うんですけど、まあ、僕も結構カルフォルニアのね洋服ちょっと買ったりとかはしてるんですけど、まあ慣れてきますそうですね、あれですよね、まあ、ちょっと話してるんですけど、前のシーズンのやつが今この収録してるのが9月の、初旬なんですけど、うん、あれでしたっけ、いつ頃になるんでしたっけ、まあ、中旬ぐらいから、中旬ぐらい、まあ、ちょっとまあもちろんその発送とかのあれで前後は個々での前後はあるんですけど、大体中旬ぐらいから、中旬ぐらいからまあ下旬、まあ、待つまでにはお届けできると思いますので少々お待ちください。楽しみですよね、はい、じゃああれですか、ダウンのちょっと言い残したことないですか、大丈夫ですか。そうですね、なのですごいおすすめのダウンなんでぜひよろしくお願いします。値段言います？はい、37,000円ですね。送料と税込み、消費税込みで37,000円、はい、込み込みでになります。送料も込みです。はい、でサイズは SML の3サイズ展開、うん、カラーがオフホワイト、グレー、ブラックの3色、3色です。はい、で、はい、本当いろんな体型の方が着れるサイズ感になっているので、まあ、お好みに合わせて、まあ、結構体型にジャストで着るのか、うんうん、ちょっと大きめに着てその、うん、ストリート感だったりちょっとモード感を出したいとか、まあ、多分好みがいろいろあると思うんで、うんうん、その辺はホームページの商品ページでいろんな体型の方が着てくれているので、そちらご参考にしてみてください。個人的には大きめに着るのすごくかっこいいなと。そうですね、僕個人的な意見ですけどね、試着会でもねその声が多かったですね、うん、ちょっとみんな大きめに着るっていう方が多かったですね、方が多かったで絞ってね、下そうですね、そう言いましたっけ、ここちゃんと絞めれるっていうね、はい、裾側のコードで絞れるので、それで、まあ、ちょっとねこう浮いちゃう人とかは、うんうんうん、まあ調整してもいいですし、まあ、あえて裾をね、はい、広めて着てもすごい素敵に着れると思います。はい、はい、大体じゃああれですね、我々初のこういうトーク、はい、12、3分喋ってます、はい、そろそろじゃあ行きますか、はいはい、じゃあ時間をね、ちょっと頑張って何かしらお客様とコミュニケーション取っていきたいなと思っておりますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。手振ります。はい、ありがとうございます